はい、こんにちは、本田です。今回ですね、家づくり百科の動画にちょっとゲストに来ていただいております。ちょっと自己紹介だけよろしいでしょうか。はい、和歌山県の田辺市から来ました株式会社山町商店の迫平と申します。よろしくお願いしまーす。今回ですね、ちょっと家づくり百科の方に、ご質問が来ましたので、それについて答えていただこうかなと思ってて、その質問がね、ちょうど迫平さんに合うような質問が来てたのでちょっとね、別件に今これ動画をね撮ってたとこなんですけど、はい、あ、ちょっとこれぜひ答えてもらっていいですかということで、急遽ちょっと動画を撮っていますので、ちょっと今回この材木についてね、ちょっとご質問が来たので、それについてお答えしていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今回ね来た質問はこちらです。家を建てようと思っているんですが、構造材について悩んでいますと。で、木造住宅の場合、修正材と木材どっちがいいんですかね。修正材って聞くと、なんか加工されて強度があるみたいなので安心感はあるけど、木材の自然な感じも魅力的。でも木材って湿気とかに弱いんじゃないかと心配していますと。まあ、実際のところ耐久性やメンテナンス性、まあ、コストで面で見るとどっちがおすすめなんでしょうか。まあ、地震が多い日本で、耐震性とか断熱性、経年変化による美しさとかも気になりますけども、まあ、専門家の方、経験者の方、どちらか使ってみていいのか、まあ、感想やアドバイスなんかいただけたら嬉しいですというふうに来ていますので、それについてちょっとお答えしていただけたらと思うんですけども、まずこの方、今回ご質問来てるのがですね、はい、修正材ってなんか加工されてて強度がある、うん、安心感っていうような形に言われてるんですが、実際この無垢と、まあ、修正材って言ったら どこがどう違うのかって結構見てる方わからないと思うんですけど。なるほど、はい。その辺はどうですかね。ですね、まず構造材というふうにご質問いただいておりますので、はい、まあ、土台であったり、はい、柱だったり、はい、張り桁と呼ばれる、はい、まあ、おそらく3五角ベースのもの、はい、4寸角ベースのもの、はい、まず構造材というと、はい、そういうところが質問いただいている方の気になるところだと思いますので、はい、でその中でまず無垢材と修正材の違い、うんうん、でお話しさせていただきますと、うん、はい、無垢材と一般的に呼んでいる構造材は、はい、いわゆる接着剤で貼り合わせをしていないものが、はい、無垢の構造材の定義になると思います、はい、で対しまして修正材は、はい、例えば3枚剥ぎ、はい、5枚剥ぎと、はい、呼ばれる、ま、板を3層もしくは5層ぐらいの積層を貼り合わせているものになってくると思いますので、はい、まず接着剤を使った加工をしているものなのか、うん、それとも本当に乾燥だけしているものなのか、はい、無垢材の構造材と修正材の構造材の違いはまずそこという前提になると思います、はいはい。その中で言うと、まずコストの面で言うと、なんとなくこうローコスト系の会社とか、はい、安い会社は修正材を使ってるようなイメージがあるんですけど、はい、僕の勝手なイメージかもしれませんけど、はい、コスト的にはそういう意味でいくと修正材の方が安いんですかね。ですね、はい、そこも、はい、一概にはもう言えなくなっていると思います。はい、で特にその中でも土台の話をしているのか、うん、柱の話をしているのか、もしくは張り桁の話をしているのかで、はいはいはい、全く変わってくるところがありまして、はい、一般的なイメージとして、うん、無垢材よりも修正材の方が安い、うん、ですね、イメージはっていうイメージがあるんですけど、はい、特にコロナがあって、うんうん、はい、で世界的に物流が変わってしまって、はい、でその最中に起きたのがウッドショックと呼ばれるものなんですけど、はい、そのウッドショックが起きてから世の中の物流の流れがちょっと変わってきましたので、はいはいはい、世の中の物流というともう日本の単体の話じゃなくても世界的な物流が変わってきてしまってるんですよ、はい、でそういった中でですね、うん、特に修正材の大手といいますと、うん、いわゆるヨーロッパ系であったり、はい、ね、はい、あとはまあ北米だったりとか、ね、そういうところがあるんですけども、うん、実はそこの値決めなんかも、うん、日本は特にウッドショック以前までは、うん、すごく魅力的な住宅市場だったんですけども、うん、まあ、いわゆる年間着工戸数が、うん、何百万戸という時代が長く続きましたので、うん、はい、日本は消費国としてすごく魅力的なマーケットだったんですけど、はい、近年も100万戸割れてしまいまして、うん、そうですね、実は輸出する世界的な企業からすると、うん、日本は魅力的なマーケットってなくなってしまってる、ちょっと落ちてきてるんですね、はい、
というところで物量を多く出すからコストを下げるという理屈が通じにくくなってしまっています。ですので中性剤イコール安いというのはちょっと理屈としてこれから先そうならない、なるほどなるほど、まあ、現実になっていないっていうのが実は現状にあります。なるほど、はい、なるほど。それでいくと、まあ、価格差でいうともう最近だと変わらなくなってきている可能性もあるから、そこに関してはあんまりお客さんもこうこっちが安いから修正材がいいって選べ方にならないっていう可能性あるってことですね。そうですね、コストが安いからそれを選ぶという理由にはならないぐらいの価格差があったとしても微々たるものであったり、下手すると国産材の方が安いということが言えると思います。なるほどね、はい、分かりました。あとこの方が言われてるのは強度的なことですよね、はい、僕だとなんかこう湿気に弱いんじゃないかっていう書かれてるんですけど、はいはい、実際その辺はどうなんですかね。ですね、そこも国産材の中でも、いわゆる地域でどこの製材工場が作られた製品なのか、はい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 、そこが大きなポイントになってくると思います、はい、無垢材の場合、特にその強度を決める部分といいますか、はい、強度が明示されているのかされていないのか、はい、そこがすごく大事なポイントになってくると思うんですけども、はい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 、そこは実はホームページ上で JAS の認定製品がどこが生産しているのかっていうのを調べれば実は分かるんです、はいはい、でその JAS の認定工場の中でも、これだけの強度が出せる製品を作っている工場かどうなのかっていうのが実はそこは問い合わせしてみないと分からない、のでご質問いただいているのはエンドユーザーさんだと思うんですけども、はいはい、エンドユーザーさんの方がそこまで調べるのはちょっと現実的な話ではない、はいはい、なので建築を、まあ、考えられている地域の、はいはい、まあ、工務店さんだったり住宅会社さんに、はい、まあ、お問い合わせをされて、うん、でその時に我々がよくお話しさせていただくのは、私たち山町商店は当然木材を生産して、うん、その生産している現場を見学に来ていただいて、ものづくりの、まあ、本当に腹の底まで見ていただいて、はい、納得して使っていただくということを実行しておるんですけども、うちに来ていただかなくても建築される工務店さん、まあ、大工さん、はい、でそれを設計される設計事務所さんが、自分たちがそのどこの木材を使われているのか、はい、それが修正材であっても国産材であっても1回はその生産現場を見に行くことを提案させてもらってるんです、うん、あ、なるほど。でそこでできればこの木材のできている過程が、うん、きちっと分かっておられるのか、うん、そこをもし今現時点で、うん、ご存じなければ、うん、そこはぜひ行かれた方がいい、うん、でその行かれた方がいいっていうのは、ものづくりっていうのはその仕入れられた木材で家を建築されるものづくりにおいてもそうですし、はい、そのものづくりをする過程でウッドショックのように本当に木材が仕入れられないこともあるんですけども、会社との付き合いとはいえ、やっぱり我々もフェイストゥーフェイスで顔が見える関係の方であれば、何か困った友人の際はやはり知っている方優先にいろいろと手を組むことになりますので、どういうものづくりをしているのかっていうところと、まあ友人の際の関係づくりというところを含めて、そこは実際に建築される方がこういったお客様からのお悩みに応えられる時用に把握されるっていうことをされた方がいいと思ってます、うんうん、なるほどね、はい、実際その相談される工務店さん、設計事務所さんにちゃんと聞いて、はい、まあ、その答えを確認した方がいいですよっていうところですね。そうですね、はい、なるほど。実際に JAS の製材工場を落として出荷している製品であっても、本当に日本全国で強度にばらつきがどうしてもありますので、その強度が当然その高い弱いというものが明確にはなるんですけども、まあ、大事なのはそれをきちっと検査して出荷してるのかどうか、はい、ダメなのは何もしなくて、この木大丈夫じゃないですかっていう、そういう回答が一番まずいと思ってますので、はい、実際そういうところもあるってことですかね。なんとなくで出せるところもあります。あ、多いってことありますね、はい、なかなかでもその辺ってエンドユーザーさん見抜けないですよね。そうです ね、はい、それがなかなか難しいところでありますよね、はい。まあ、あとちょっと湿気云々の話ってありましたけども、はい、無垢材であっても修正材であっても、まあ、木は木ですので、はい、どちらでもある程度梅雨の時期は膨らむ要素になりますし、はい、例えば冬の乾燥したタイミングだと縮む要素っていうのはありますので、はい、ある程度のその伸縮と言いますか、まあ、伸び縮みするっていうのは無垢材であっても修正材であっても起こり得ます。なるほど、はい。
含水率ですよね、まあはい、もちろん測ってらっしゃると思うんですけど、はい、なんかその目標とされるこれ以下にマッスルっていうのはなんか決めてはるんですか、はい、ですね、まず我々山町商店を例に話させていただきますと、うん、JAS の一つの基準が含水率 20% 以下というところですので、うんうんうん、20% 以下の柱であったり、うん、構造材にするっていうところを一つの目標値にしています。JAS の基準の中でも実は含水率 20% 以下という基準と 15% 以下という基準がありまして、うん、低ければ低いほど、うん、いわゆるその木材が含んでる水分が少ないという証明にはなるんですけども、うん、はい、あとそれをその 20% 以下は考えながら 15% 以下でも基準としてあるんですけど、うんうん、はい、そこまで絶対狙っていかないといけないのかっていうことになりますと、うんうん、あとはもう建築される住宅会社さんの家の使用にもよって、そこまで絶対必要というものであれば当然そういう製品を供給しないといけないですし、それはできるんですね。それはできます、ね、なるほど、はい、まあ、実際なんかもう無垢ってどうしてもこうなんか反ったり曲がったりしやすいんじゃないかっていうようなイメージがどうしてもあるんですけど、はい、それもやっぱり含水率の問題だったりとか、そうですね、はい、その辺で変わってくるっていう感じですかね、はい、まあ、木材のその一本物の木だとどうしてもその反りだったり狂ってきやすいという、それはもうデメリットとしてありますので、はいはい、だったらそれをしにくい形で板に切って、でそれを貼り合わせていけばその確率少なくなるんじゃないかというふうに編み出されたのが修正材なんですね、はい、ですから確かにそういう欠点は起こりづらいっていうのは一部あると思います、うん、ただ木材もきちんと乾燥させて、うん、反りだったり曲がりだったりっていうものを起こさないようなものづくりをして、うん、でその後家づくりをすれば木材だから反るとかということはないという、はい、だから修正材だから大丈夫、だから木材だから反るから修正材がいいよっていうわけではないわけではないです、はい、比べるともしかしたら修正材の方がいいかもしれないけど、木材もちゃんとそれをやってるので、やってなかったらダメだけど、それは修正材も一緒でって話ですね。そうですね、はい、まあ、こう修正材もこうよく言うその湿着で剥がれるんじゃないかとかね、いうことを言われるとじゃあ木の方がいいんじゃないみたいなね、はい、なってくるので、まあ、それはしっかりこう木の特性を知った上でっていうところですよ ね、はい、ですから木材がいいとか悪いとか中性材がいいとか悪いとかっていうのはなかなかお答えしづらい部分 で、ね、はい、特に樹種にも関わってきますので、はい、例えば木材でも杉なのかヒノキなのか松なのか、はい、修正材でも例えば国産の修正材なのか外材の修正材なのか、そういったことでもいわゆる強度が変わってきましたり、また使用する接着剤の種類なんかも変わってきますので、気を気にかけてくださっているので、うん、我々からするととても嬉しいご質問になるんですけどもただ木だけで住宅家は構成されますので、その中のあくまでも一部の、ね、そうですね、まあ、よく我々骨組みっていうことで、はい、まあ、人間の中でも一番大事な部分が骨だと考えてますので、住宅でも当然木は骨組みはすごく大事という認識はあるんですけども、当然それ以外にもその住宅を構成する要素がありますので、まあ、そこは建てられる住宅会社さんと検討されて、でその中でベストな選択を取っていただくのが一番いいかなと思います。わ、うん、ね、はい、かりました。ありがとうございます、はい。あと耐震性とかって変わるんですか？耐震性もですね、特に木材の強度でだいぶ変わってくると思いますので、はいはい、先ほどの繰り返しにもなるんですけども、うん、例えば修正材でも木材が持ってる強度が樹種だったり、修正材だから強度が全て一定というわけではなくて、例えば修正材と呼ばれているものでも強度の低いものからすごく高いものまですごくばらつきが、ばらつきというかそれぞれ等級があるんです。で木材でも例えば松を使うのかヒノキを使うのか杉を使うのか、そういうところで強度の区分というのが変わってきますので、うん、例えば耐震性で言いますと分かりやすい基準で耐震等級例えば3を狙った家作りをする場合は、そういう構造計算をして、それぞれの大きさ建物の、いわゆる仕様に応じて木材の強度と、あとその住宅のその間取り、で耐震性は変わってきますので、なるほど、ね、木材の強度も例えば無垢だから弱いということでは決してない、ないということですね、はい、なるほど、分かりました、ありがとうございます、はい、分かりましたかね皆さんよくその修正材がいいとかね、木材がいいとかってこうやっぱりこう一回そこで意外とこう喧嘩して始めたりとかしてね、はい、こう討論になるんですけど、
まあ、ちゃんと両方やっぱりメリットデメリットがあるので、その特性を知った上で最後はエンジニアさんが自分で選ぶ、もしくはもう工務店さんがうちはこれしか使わないっていうのであればそれを信じてまあ頼むっていうことですよね。そうですね。うちは修正材がいいと思ってるところはもう修正材がいいと思ってるので、それに対して無垢材じゃないとダメだよって言っても仕方ないって話なんでね、うんうん、そこはしっかりあのプロの方と、まあ、エンドユーザーさんが意見を合わせて選んだ材でしっかり安心で立てていただくって形で、まあ、していただくということで、まあ、その材の特徴をしっかりしていただけたらということでよろしいでしょうか。はい、そうですね。はい、はい、そしたら今回は以上になります。今日はすいません、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ今回は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。